森有則から1889年2月12日は、日本の武士、外交官、政治家、通称、月五郎、金野城。A 天は、造成2位、君一等死者第一次、伊藤内閣で、初代文部大臣となり、諸学校齢制定により、戦前の教育制度を、確立した。また、明録者、商法講習所の設立者、東京学士会員会員であり、 明治六大教育課に数えられる、高歌四年、薩摩国鹿児島城下か賀工事町で、薩摩藩士、森木上門友城の逸尾として生まれた、兄に横山康武がいる、安政七年頃より、増士官で漢学を学び、源氏元年頃より、藩の洋学校である、改正書に入学し、英学講義を受講する、慶応元年、五代友厚らと共に、 イギリスに密航、留学し、ロンドンで、長州五欠と会う。その後、ロシアを旅行し、さらにローレンス・オリファントの誘いで、アメリカにも渡り、オリファントの信奉する、信仰宗教家、トマス・レイク・ハリスの教団と生活を共にし、キリスト教に深い関心を示した。また、アメリカの教科書を集める、明治維新後に帰国すると、福沢諭吉、青州、西村茂樹、 中村正直、加藤博之、津田真道、三作林昌らと共に、名六社を結成する。明治8年、東京銀座尾張町に、私塾、商法講習所を開設する。中英講師を務めていた時に、ハーバートスペンサーから大きな影響を受けたと言われる。福沢幸知が承認となり、広瀬常との結婚に際して、婚姻契約書に署名し結婚した。明治十八年、 第一次、伊藤内閣の下で、初代文部大臣に就任し、東京高等師範学校を教育の総本山と称して改革を行うなど、日本における教育政策に携わる。また、両裁憲母教育こそ、国税とすべきであると声明。翌年それに基づく、生徒共同化多様校を全国の女学校と高等女学校に配る。 明治19年には学位令を発令し、日本における学位として、大博士と博士の二等を定めたほか、教育令に代わる一連の学校令の交付に関与し様々な学校制度の整備に奔走した。黒田内閣でも留任。明治20年4月には、大日本教育会の果たすべき役割の重要性について、試案を提出している。しかし、 明治22年2月11日の第2本帝国憲法発布式典の日、それに参加するため官邸を出たところで、国粹主義者、西野文太郎に担当で脇腹を刺された。王宮手当てを受けるが傷が深く、翌日午前5時に死去、43歳だった。当時の新聞が、ある大臣が伊勢神宮内宮を訪れた際、社殿にあったミスをステッキでどうけて中を覗き、 土足現金の拝電を靴のままで登ったと報じ、問題となった。この大臣とは森のことではないのかと、求心的な王家主義者であった森に、人々から疑いの目が向けられることとなった。この事件は事実かどうかは定かではないが、この一件が森が暗殺される原因になった。騎馬帝長は後にこの事件は事実無根であると書き残している。 森有り若き薩摩の群像昭和57年、鹿児島中央、駅前東口広場に彫刻家の中村信也が制作した薩摩藩英国留学生17名の像、若き薩摩の群像の一人として銅像が建てられている、異界勲章当初書編書小説テレビドラマ、ありがとうございます。